はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら s h ギュアーツ魂ガール葵ですはい、青バンダイことバンダイスピリッツの2周年記念アイテムでお祭り的なアイテムが発売されましたね。これは s h ギュアーツの葵と同時に発売した HG プラモのソウリュマル。この2つがクロスオーバー合体ができるっていう 全くこれまでなかった新しいカテゴリーですよね。とりあえず、青井とーマルが発売されましたが、今後2段3段があり得るのかなそれかまた来年の2月とかの3周年で続編が出たりとか。HG ソリューマルを使うことで A モード、B モードのバイク状態に変形があったりすることができますが、これ単体でも、青井にメカを脱着させたりとか、三味線武器、一輪車モード、いろんなモードで遊ぶことができるみたいですね。では、レビューしましょう。 いわゆる SH フィギュア付き系の女の子フィギュアからすると、パッケージの時点で結構フィギュアのボリュームが大きそうなんだけど、こっちはね、プラモデルではありませんから、もう完成済みのものが入ってますね。各パーツに名称とかはなくて、シャミセン型のキャノンと青い本体とウィングとバーニア、それと魂ステージがワンセット入ってますね。 ではまず魂ガール青を見ていきましょう。全体ぐるっと見回すとこで、サンプル画像よりすごくいい。<laughs> なんか、サンプル画像の時点でちょっと肌色がのっぺりしてるかなとか、アイプリーがもうちょっとアニメ的でもいいんじゃないかなって思ったけど、実際はかなりいいアーツですね。でも、一般的なこういうね、 かなりボディが細い女の子アーツに比べるとだいぶしっかりしたボディラインで、ただ前後は15センチサイズのライダーフィギュアとかと比べると1センチぐらい小型な感じ。そして和服モチーフの服装になってるらしくて、確かにそうですね。和服となんかパワードスーツみたいなのをミックスしたデザインだ。で、ここに魂マークもあると。 で、頭部は毛先が赤と青で、ここはあれバンダイスピリッツのカラーと普通の赤バンダイ、青バンダイを表現してる感じなのかなで、かんざしがあって、後ろはジョイント穴がフィグマのようにありますね。でも腕周りとか、そこそこ細め。足のブーツ部分とかもデザイン変わってるなで、可動に関しては根元から動く、首動く、 胸、可動はここまで動いて、腰、ロールというか腰は一応ここでボールジョインとか。で、腕は一回転。うん、二の腕、ロール、肘、手首。そういえば手首は他のパーツついてないですね。足は水平ここまで、前後。めっちゃ動かしやすい。でもフィグマを動かしてる感覚とほんと変わんないな。で、足首も動きますし、つま先可動はなし。 なので、これだけで、スッとね、向き変えて、スラリと立たせることもできますし、アイプリも非常に綺麗ですね。フェイスチェンジとかはありませんから、この全面パーツが外れて、顔が変わるとか、他の女の子アーツ的な感じはありませんね。 あとは普通にパンチポーズ、格闘アクションポーズみたいなのも、こういう感じかこういう感じかな取らせることができますし、タッチキック的なね。あーでもよく動くな。もうちょっと前傾入るといいんだけど、かなりよくは動きます。そしてどうしてもライダーキックをね、お めっちゃ、こことか、稼働スムーズだな。もうライダーキック、ライダーキックっていうかもうジャンプキックみたいな、かなりダイナミックな、ここもあ、モもロールここで入ってるのか、肌部分で。かなりダイナミックな、キックポーズも、問題なくいけますね。足揃え状態みたいな、ダブルっぽく、 こういうのとかもね、すごくしっかり足を揃えることができますね。この辺の可動域の優秀さすごいな。そして付属品。シャミセン型キャノンは確かにシャミセンだ。ちょっと残機とかとどろき感あるかな。この機械的な感じ。で、車輪はここ回転するわけね。で、ジョイントとかがありつつ、これは ガンメタ部分は塗装で赤色とか、このタイヤ部分は全部成形色で表現だ。で、ウィング、そしてバーニア。まずウィング側がこれも赤い成形色をベースに一部クリアパーツだったりとか、明らかに色々と変形しそうな感じになっておりますが、で、スカート部分に当たるバーニアですね。 まずはこの各パーツを青いに合体させましょう。背中の部分にバーニア用のジョイントがありますから、これを刺すと、ここのパーツの角度がちょうどお尻上に合いますね。で、ここに三角の山形かのジョイントがありますので、これも位置合わせて差し込めば、はい、がっちりとはまりましたので、これで、 ウィングを下にずらして、外側のパートをちょっと上に上げてあげることで、デフォルトの青いが完成しました。蝶々の羽のような綺麗なシルエットですね。まあエッジはかかってますよ。もう本当に2つのジョイントを使ってガチャガチャっとはめれば OK ですから、これは非常にお手軽ですね。こうなると一気に。 メカ、全体のメカっぽさ、メカ女の子フィギュアみたいな、そういう雰囲気が出ますね。このまま全然稼働に干渉はしませんから、これまで通りさっきみたいな攻撃ポーズも全然いけるし、サンプル画像だとちょっとこう内股になりつつ、 敵の方向を向をくみたいなこう空中冬ポーズこういうような、こういうポージング取らせてましたから、あ、いいっすね。やっぱちょっと女の子っぽくポーズを変えるとかなりいい感じに見えますね。はい、全体ぐるっと見回すと、こうで、ここのバーニア部分とかも造形されてるんだ。で、ここに魂、 ステージのジョイントありますから、今回付属のものじゃなくって、普段僕が使ってるやつをはめ込みますが、はい、魂ステージにしっかりはまった状態で、これでね、自分の好みのシルエットとかポージングでディスプレイすることができます。で、こっからさらに、武装。これは、持ち手が、ここと、ここだ、ヒンジがあって、ここだから、これで、 握らせる感じね。手首が一種類しか付いてないってことで、まあまあ握らせやすいかな。左手をここの軸で持たせて、右手をこのトリガー部分に持たせて、このような武器の持ち方で、はい、武装状態、三味線キャノン武装状態が出来上がりました。結構、なんかパーツガチャガチャしてるけど、全然ね、保持力がすっごい良くって、 安定感があるのが素晴らしいな。武装後になんかポロポロしないとか、そういうところが、これは扱いやすくていい。ちなみにここまで来るとかなりメカメカしさがメイっぽく思えますが、最新のダイバーズの HG メイと比べると、やっぱこっちね、結構おっきいですよね。でもこうやって見ると、やっぱアイプリ周りとかちゃんと SH フィギュアーツなんだなっていうのをすごく感じます。 これでも保持はいいけどそこまでこっから武装の雰囲気持ち方変えるとかそういう感じでもないのかな。でもこれだけ色々付属品がついて4000ちょいっていうのはまあまあお買い得な気がする。で、こっからさらに一輪車モードっていうのがあってこの武器に車輪がついてますから一旦武器外すでしょうそして ウイングも引っ張ってあ取れちゃった外します一旦バーニアももう全部外しちゃうこっから外したウイングの中側を前に持ってきてこの黒い方を下側に来るようにずらすと反対側も同じように前に持ってきて黒い方を下側に ウィングをこの形にしたら、フィギュアのバーニアを先ほどと同じ位置に連結して、今度はシャミセンキャノンを引っ張ると。わあ、そうすると、一輪車の形になるわけね。で、付属のジョイントをこの向きで連結しつつ、 先ほど魂ステージをはめたここのジョイントにはめると。あ、で、さっきのね、グリップ部分がステップになるわけか、今度は。はあ、そういうことね。で、外したウィングを、今度は腕アーマーみたいな感じで持たせるんだ。ミーティアみたいな。で、ジョイント同じようにはめつつ、丸のポッチがあるから、 を持たせるわけか。こういうアイテムでストレスフリーなのは非常に重要ですね。はい、これで持たせることができましたので、サンプル画像的にはステップに足を置きつつ、ウイングを気持ちもうちょっと後ろ目に逃がしてあげることで、はい、これで一輪車モードが完成しました 結構強引な気もするけど、一応ちゃんと先ほど三味線だった部分がタイヤにね、なってて一輪車ですし、バーニアの位置とかはほとんど角度を変えただけで、それ以外は変化ありませんね。もうちょっと広げた方が雰囲気いいのか。で、ウィングも後ろ側にあったやつをぐっと前にひっくり返して、外側のパーツを少し角度調整したのみで、そこまでダイナミックな変化はないんだけど、それでもなかなか、 メカと女の子フィギュアの合体状態のまた別バージョンみたいなそういう風にしっかり変化してますね。この時点だともう三味線武器が完全に車輪になっちゃってますから武装状態っていうのは存在しないわけか。これでも三味線を取っちゃってバーニア、最初のバーニアだけにすると これはこれでね、武装、またさっきとは違う、一輪車モードの状態で、攻撃みたいな、こういうまた設定にないような感じになっちゃいますけど、このように遊ぶこともできますね。割と自由度が高いのと、ほんとね、ノンストレス。これだけ色々動くのに、ポロリとかがなくって、かなりパーツも持たせやすいし、インフィニットストラトスとか、 AGP 系のフィギュアっぽくなるな。あそう思うと面白いな。もうちょっと葵の顔が可愛かったらな。まあ山となでしこ感はあるんだけど、もう少し美少女っぽさが欲しい感じ。まあこのように自分の好きなように思い通りに遊ぶことができますね。あとは葬龍丸がなくても一応は葵単体で、 バイクモード変形もいけるよね。ウィングのこのパーツを後ろに持ってきて、反対側もか。で、こっから上に上げつつ、連結。あ、ここの爪で、こういうことか。おー、なるほど。で、反対側も同じように、くるっと回転して、連結してあげて、で、これで青いを、 ちょっとこう、収納する感じだ。腕、しまって、顔もしまって、で、ジョイントはめて、ここの左右も連結と。おめっちゃ隠れる。で、これも外側に。ああなるほどね。ずらすのか。で、青いさらに畳、畳む畳む。 で、バーニアもつけつつ、ここで回転して、わ、すごいフィギュアがもう、どんどん隠れてく。爪がね、2箇所ある。あ、トランスフォーマーっぽいな2箇所、こことここね。で、反対側も、ここと、ここ。そして、あこの部分お腹の魂。ああ、ここの、 魂マークが外れるんだ。で、三味線のタイヤをここに差し込むんだって、まあまあえぐいね。<laughs> こういうこと。おこれで、一応単体だ。これで横にね、キャノンとかをはめ込むわけね。これがバイクモード A の、青いが隠れる状態のバイクモード A の、 変形状態と。内側見ると隠れてますね。すごいすごい。ちゃんとバイクだ。B モードっていうのもあって、一旦開けて前にずらして、ここの隙間から青いの顔を出す感じか。おおこれはじゃあ一旦この辺を倒して、爪も外して、 こう下げる感じああ、なるほどね。で、こうだ。こういうことね。で、同じように、バイクの、ジョイントをはめて、お腹に。で、グリップで、持たせる感じね。はあ、はあ、ははあ、全然形が変わってくる。で、黒いのは、前のここの、ジョイントにはめて、 で、で、リアウィングは、アームをずらして、ここで、おあすごい、ここで連結ってことか、お反対側も同じように、内側にジョイントがあるから、ここでこうやってはめるんだ、おお。はい、これが、あとまあ、後ろ半分にね、ソーリュマが必要ですけど、はい、これで、バイクモードの B モード、B 状態。 青いの顔が出てる状態が出来上がりました。個人的にはさっきの体が全部隠れてる方が面白いかなと思うけど、A モード、B モードでだいぶ違う変形になるわけですね。なのでこれはちょっとまたソウリュマルが出来上がったら A モード、B モード、どちらのバイクモードも遊んでみたいと思います。そう思うと単体でのプレイバリューなかなか高い気がする。 タイヤもちゃんと回転しますしね。すごいな、思ったよりよくできてる。変形があった時にはなかなか楽しいですね。 以上バンダースプリッツ2周年記念アイテムの SS フィギュアツ「魂ガール葵」の紹介でした。